蝶蛮類の骨盤。角の左側が前方。イリアム腸骨、エスキーム座骨、プビスチコ骨蝶蛮類は、コ骨が後ろを向く骨盤を持つ恐竜の仲間。肩竜、極竜、角竜、さらにカモノハシ竜をはじめとする蝶脚類等が含まれる。大半、あるいはほとんどすべてが植物色の恐竜で占められる。三上気候期から白亜秋末に至る非常に長い。 期間にわたって生息していた。鳥類持ちコズが後を向くため、この名称がついている。しかし現代の古生物学の知見では、鳥類は、竜蛮類の獣脚類から進化したとされている。竜蛮類は、鳥類という子孫を残したが、鳥蛮類は子孫を残さずに、白亜紀末に絶滅した。なお、恐竜をその骨盤のみで分類する方法は、現在ではもはや主流ではない。 しかし、長番類については、骨盤の形がグループ共通の派生形質とみなせ有効な分類群と考えられている。長番類は多岐にわたる進化によって様々な自衛手段を獲得していた。鋭い感覚器や仲間同士の社会性も重要であるものの、明確な化石証拠としては発達した武器が挙げられる。以下は、その一例。異論。 2017年に発表された、オルニトスケリダ仮説では、竜板類に属するとされている。獣脚類は、同じく竜板類に属する、竜脚系類よりも長板類に近縁であるとして、獣脚類と長板類で構成されるクレードである、オルニトスケリダの存在を提唱している。この仮説では、オルニトスケリダは、竜板類と同位のクレードであり、恐竜はこの2つのクレードで構成される上位クレード、 であるとする。また、地骨が後ろを向くという長番類の特徴は、オルニトスケリだと竜番類が分岐した後に、オルニトスケリがないで生じた、派生形質であるとしている。ありがとうございます。